ランドサット衛星写真。画面左上が手賀沼、右下が下手賀沼。手賀沼干拓とは、千葉県北西部にある手賀沼で、江戸時代から行われた干拓事業のことである。手賀沼はかつては、カトリ海の一部を構成していたが、利根川当選工事などの影響によって、江戸時代前期には、周囲 34km、面積10平方 km の閉じられた沼となり、 わずかに草と大森の間にあった小さな水路を通じて利根川に通じているのみであった。寛営十三年に弁天堀と呼ばれる新たな水路が設置された。明暦元年には、よろずや自衛門を中心とする江戸の町人から最初の干拓計画が江戸幕府に提出されて開始をされたが、本格的な工事は漢文十一年に、雲野や作米らによる物以語である。 雲野のやらは、手賀沼の水を、陰馬沼に流すために七間の幅の水路を二本設置。その結果翌年には、日田百三十長部を得て、天羅二年には幕府による検知も実施され、二十歳も含めて、約三百0部が計上された。だが、たびたびの洪水によって神殿は破壊された。教法十二年、幕府勘定方、伊沢亀長、江戸町人、高田智清らによって、 再工事が開始され、沼の中央部に千松積みを築いて沼を上下に区分し、東側の下沼の干拓に成功して、教法15年の検地で39家村分1500を得たが、原文3年の利根川の洪水で千松積みが崩壊したために、神殿は壊滅した。伊沢は再度の干拓を試みて、延響二年に完成するが、再び洪水に襲われた。 天明5年に当時の老中である田沼をきつぐによって陰馬沼干拓と並行して行うことが決定され、翌年完成したが、同年の洪水で堤防などが流された。それでも完成6年の検地では2600国を得ている。本格的な干拓工事が再開されたのは昭和21年のことであり、22年の歳月をかけて、 約500ヘクタールの水田を開かれるとともに、面積は3.7平方キロメートルまで縮小して、東半部分が消滅するなど形も大きく変わった。だが、その間に、周辺の宅地化が進展し、生活排水の大量流入によって、沼の水質は急激に悪化することになった。ありがとうございます。